ゃあ終了を始めるんだけど、終了始める前にちょっとみんなに伝えないといけないことがあります。これはちょっと、まあ、大事件なんだけど。大事件なんすか。まあ、うん、大事件なんだけど、はい、まあみんな明日体育祭開催されると思うんだけど、今陸上部が大勢休んでるってことは知ってるかな。はい。で、まあ、理由として先週、合宿みたいなのがあったらしいんだけど、そこで、食中毒集団感染が起こってしまいました。え、それで学校が出ないっていう状況が。だからみんな休んでるんですね。あの遠征に関しては僕生徒会長なんで、まあ、一緒に帯同してたんですよ、まあ、差し入れとか。僕食中毒なってないですけどね。え、先生明日体育祭なのにこれどうなるんですか。前にも黒板にも書いてますけど、どうするんですか。穴陸上部のとこ全部空いてる、このクラスやばい、マジで。先生たちの間でも集まってすぐで、とりあえず明日の、体育祭自体は開催されることが、まあ、決まって。先生、その合宿先で食中毒集団感染ってニュースとかなるやつじゃん。確かに確かに、やばい。一旦そういうことはちょっと置いといて、とりあえずこの明日開催されるから、これメンバーを決めないといけないんで。そうですよね。なだからで、陸上部うちのクラス多いから、やばい、そこの穴をやばい、もう今日中に早急に決めないといけない。今からメンバーを決め直すってことですか。これやばいっすよ。だってずっとメンバーはもう前から決まって、このメンバーでここまで練習してきてるのに、こっから決め直すんですか。これどうするつもりですか。いや、もちろんそれは分かってるんだけど、今このいるメンバーで優勝を目指さないといけないから。おい、ちょっとごちゃごちゃ言ってられないから。それはごちゃごちゃです。先生、そこに書いてあるのが陸上部が出る予定だった競技ってことですか。そうだよ、はい、マジそうだな。だいぶ大きい穴ができたな。だってリレーに関しては高木とで、アンカーの桐生がおらんくなったよ。リレーマジやばい。これで二人三脚、俺のペアの猿渡りもおらんくなってるやん。あいつ食中毒なんだよ。胃腸弱えな。いやいや、まあ、これまあ吉野が今言った通り、そのうちのクラスはちょっと陸上部が多かったから。いや、多い、ちょっと入れすぎたっていう、まあしゃあないけど、これは、まあ、こればっかりは。まず騎馬戦を1名、それ騎手上っすね。上だ、騎手上だ、上だ、上だ、上と二人三脚の吉野のペア。いや、今から組み直そう。50m 走の田中、ここの1名、まあ最強メンバーだったのに。でリレーの、まあここ大事だから、リレーここ2人か。このピンチは僕の出番かもしれないな。小野田なんか言った。あ、いえ、何も。先生、これどうやって決めますか。いや、まあ、まずもう時間もないから、ちょっと挙手とかで、まあ、その挙手したやつはその競技の代わりに出るっていう感じで決めたいんだけど、挙手もあると思うんですけど、推薦の方式を取るパターンもあります。僕生徒会によくそういう推薦のパターン。先生、今もうそんな時間ないんで、とりあえず。いや、それでごちゃごちゃ決められないから、とりあえずごちゃごちゃしない。いや、とりあえずちょっと決めないといけないんだけど、まあちょっと、まあリレーとか 50m 走に関してはポイントが高いから、ちょっと後にするとして、とりあえず騎馬戦のこれ騎手、騎手、騎手か、上です。騎手やりたいやつ、挙手制ですかこれ。うん、挙手制でやりたいやつ誰か、ここね、やりたいやつ誰かいるか、ここのクラスは。小野寺だけか。まあ、とりあえずな、じゃあ二人三脚、これ吉野のペア。ちょっとこれ、僕、一回全部聞くって感じらしいですか。一回全部聞く。ああ、わかりました。で、二人三脚、吉野のこのペア、ここ、誰かやりたいやつ。二人三脚マジで大事やから。まあ大事だな、めちゃくちゃ。お前練習したもんな、結構。相性とかもあるから、これも結構。で、誰かやりたいやつ、小野寺だけか。小野寺だけか。他やりたいやつおらんの。小野寺だけか。オッケー。じゃあ、まず次で、この50m 走、これはもう、これ、まあ、
一体全部聞いてるって感じですか。そうだな、僕しかいないけど、この50メートル走とりあえずここはめちゃくちゃポイントも高いし、あと他のクラス もうめちゃくちゃ足速いやつが出てくるから、まあ、まあ難しい判断だけど、とりあえずやりたいやつとかいるか、まあ、ポイント高いから運動部にお願いしたいんだけど、あ、よいよ、お前よし、おい、はい、お前足も速いんだし、よ、出て、どうだ、どうだ、出て、いやー、俺結構競技出るんですよ、今回。あ、そう、だから、多分他の子が行った方がいいかなと思って。あ、なんでだ、だけか、これオノデラだけか、これも誰かおらんの50メートル行きたいやつ。オノデラか、オッケー、じゃあもう一回、あの皆さん、あのちゃんと決め直そう、ちゃんと、あのもう一回仕切り直して一からちゃんと決め直そう。オッケー、分かった。ちょっとみんなちゃんと決めよう、分かる、はい、先生ちゃんと決めるんだよ先生。オノデラずっと上げてくれ、いやだからちゃんと決めよう。いや、手上げてましたよ。いや、だから俺ら優勝を目指そうよ、ちゃんと。いや、だから小野寺が今んとこ上げてくれてたから、なんで俺優勝を目指そう、ちゃんと。いや、優勝目指して優勝だよ、別に目指して優勝目指さないでよ、だから勝ちに行く。いや、勝ちに行ってるって、僕も、はい、来ません、ほら、ここ上、誰かやりたいやついないか、ほら運動部さ、こんなチャンスないじゃん。逆に誰かおる、騎馬戦結構ない、 お前とかも やれんじゃない、だって軽いし、こいついいよ、早間やる、やる、いい、どう、ほらあなたな、あなたなお前これ上だぞ、上、みんなにこうやって持ってもらうな、小野寺先生も言ってるけど、騎手は上やから、あのあれやん、陸上部の小松崎やってんで、予定は。あいつ多分体重も50キロ台でめちゃくちゃすばしっこいし、で下ラグビー部で固めてるから、俺らほんまに来ません、ガチで取りに行く。もう確かに結構動きはな、まあ、すばしっこさある、あ、敵の騎手に、あ、やってる、はい、ずはや、先生、小野寺、すばしっこいかも。小野寺、お前、はい、すばしっこさは分かったから、体重は何キロ？82っす。他のやついるか。はい、じゃあ、金賞は谷口で決まりだな。お前、頼むぞ。お前、任せたからな。はい。で、二人三脚から吉野のペア、まあ、すぐ決まりそうだから、この50メートル走の、ここな。残り1人、誰かやりたいやついるか、これ。いやー、50メートルはそのメンバー、野球部1の快速田中、うん、ダンバレのレブロンこと柳田、うん、でサッカー部の中村で、そこが桐生やったんですよ。バリ早いな、マジで最強メンツやったんですけど、その桐生のとこ決め直さなかった。そうね、まあ、それを踏まえて、これ誰かやりたいやついるか。全部に出ようとしてるやん。いや、まあ、そのクラスの非常事態なんで、僕も生徒会長し何か力にならないなと思って全部に一応挙手はしてますけど。いや、気持ちはすっごいありがたいんだけど。何がダメなんですか。いや、その他のクラスもさ、かなり力入れてくるし、早いやつばっかやで、ね、他のクラスも、うんうん、分かってるんですよ、めちゃくちゃ早いですよ、お前な。しかもうちのクラスのそこの田中、柳田、中村は、お前タイム知ってるか、 50m の全員6秒前半で走んねんで、お前その間に割って入っていけんのか。お前の 50m のタイム何秒の。9秒1。他にやりたいやついるか。
50m は野田で決まりだな、OK、はい、では任したからな、はい、頑張れ。で、次は二人三脚か、二人三脚、吉野のペア、これ猿渡との予定だったんだよな。そうなんですよ、俺らめっちゃ練習して、うん、バリ早かったんですよ、絶対1位取れたと思うんですけど、うん、まあ決め直さなかった。てか、まあ、俺あんま詳しいことはちょっとよく分かんないけど、この二人三脚は何が大事なの。まあでも多分一番大事なのはコンビネーションで、うん、あとできれば多分身長も同じくらいがいいと思うし、ほうほう、あとまあシンプルな足の速さですかね。シンプルな足、そう、足は必要だ。まあそれを踏まえて、まあ誰かここやりたいやついるか。おい小野寺、お前さっきまで全部あげてたやん。どうしてん、お前ちょっとすねてんのか。言われるシュンってすんなよ。お前もしかして俺とペア組むのが嫌なんだ。俺ではさ、あ、いや、やってみていいじゃん。あの、まあ、二人三脚はさ、この騎馬戦とか50とかリレーとかに比べたらポイントそんな高くないし、なんだろう、お前ら身長も同じぐらいだし、そうね、あの、まあ、吉野にリードしてもらえれば、まあ明日だけど、できんじゃん、できそうじゃん。あー、でも足の速さめっちゃ大事ですよ、これ。あ、そうだって 50m 走るんですよ。あ、え、じゃあお前と猿渡りは二人三脚の 50m のタイムはいくつなの。俺と猿渡りのベストが9秒1です。9秒 1？ え、小野寺の 50m いくつ。4。え、9秒1です。一緒じゃん。一緒じゃん。くんじゃよ、もう。じゃあ最後、みんなも知ってるとは思うけど、うちの学校の、ま、伝統競技だな。リレーだな。リレー。これはもう一番大事だけど、で、もう一発逆転もあるから、ここにみんな全てをかけるんだよな、この体育祭は。で、うちのクラスは、まあ、田中、柳田、高木、桐生の4人で、まあ、挑む予定だったんだけど、陸上部の2人が欠場しちゃうっていう状況だね。はい、はい、すいません、ちょっと生徒会からいいですか。生徒会からというか、まあ、生徒会長としていいですか。はい、このリレーのちょっと解説をさせていただきます。うんうん、はい、このポイントを、まあ、つけたりしたのは生徒会なんで、このリレーを一番知ってるのは、まあ、僕です、生徒会長なんで。まあ、このリレーを解説させていただきますと、まあ、100m×4人のリレーです。でこの競技は、500ポイント、500点、500点も入ります。500点、はい、なので、この競技でもし負けてしまった場合、優勝は絶対にないと思ってください。うん、なので、他のどの組も一番最強メンバー、最強のメンバーを組んで挑んできます。まあ、僕たちも最強のメンバーを組んだんですけど、まあ、今回こういう形になっちゃったって感じです。ありがとうございます。はい、だから大事な競技です、非常に。まあ、まあ、これは俺からのお願いでもあるっちゃあるんだけど、およいしょ、よし、来た来た来た。お前さ、他の競技もやるとは思うんだけど、どう。いや、マジで、いやっす、出たくないっす。こいつ足速いの。いや、めっちゃ速いんですよ、うん、速いのに他の競技逃げてるんですよ。あるあるっす。お前な、このリレーはほんまに緊張すんねん。お前このリレー出るって言ったら、その楽しまれへんねん。いや、これね、吉野くん本当に言ってほしい。これ吉野くんもし負けても攻める、あの、生徒は誰もいない、このクラスに。なんかクラスの代表としてこのクラスからもお願いしたい。本当にお願いしたい。アンカーじゃなくていいんだから。ちょっとアンカーじゃなくて、アンカーじゃなくていい、アンカーじゃなくていいんだよ。アンカーじゃなくていい、気がな。頼むよ吉野、頼む、本当に頼む。アンカーじゃなくていいんだよ。アンカーじゃなくていいんだよ。あー、いやー、アンカー、田中、柳田がだいぶ引っ張ってくれるから。だからそこで差つくと思うから、ここが。だから絶対大丈夫で、他のやつで、あの、なんか速いやつ入れたらいいから、この後で決めて、うん、バトンももう朝ちょっと練習したらいける。できる、絶対できる。じゃあ俺、行きます。うわーし。いや、でもマジで抜かれても知らないです。全然大丈夫。じゃあ本気で走りますよね。よし、来た。じゃあここは吉野。吉野、決定で。で、まあ一番大事なアンカーを、まあ、決めないといけないんだけど、
誰か。大野寺。お前聞いてた。てか、お前ら生徒会がポイントやったんじゃない。はい。500点やろ。はい。アンカー行きます。まあ、一番大事な競技やでこれ。はい。で、ほんまに速いやつらが競うんや。いや、お前、無理やろ。まあ、うん。違う、マジで。この競技一番大事なんですよ。で、こいつ 50m のタイム、さっき9秒1って言ってたじゃないですか。言ってたな。そんなやつがこの競技出ていいわけないじゃないですか。確かに。だって。で、100m 走るんですよ、これ。うん。小野寺、お前。100m のタイムなんぼなん。10秒37。え10秒37。お前全国トップクラス、どういうこと。僕は 50m 走は遅いんですけど、実は皆さんに黙っていました。加速タイプなんです。本当か。嘘だったら車輪なんですよ、マジで。先生、間違いありません。証人がいるんです。なあ、西崎。うん。先生、僕は小野寺の 100m 走をこの間測りました。そうなん。あいつは10秒37でした。これ本当です。本当なんですよ。これ本当なんですよ。本当か。小野寺は加速タイプです。なんやねん、それ。加速タイプ。いや、まあ、その加速タイプです。今、西崎が言った通り、僕は本当に 50m を過ぎてから急加速するんですよ。 50m を過ぎて急加速して、残りの 50m を1秒とちょっとで駆け抜けるんですよ。バケモンやんけ。すごい。お前それ、本当だったの。これ、優勝あるぞ。マジであるっすよ。いや、ま、マジっすよ。だって、みんな西崎も見てるから。お前、50m 9秒1やのに、そっからの 50m が1秒とちょっとで駆け抜けるんですよ。早っ。これが加速タイプです。本当に、僕アンカーで吉野くん繋いでください。僕にいけるような西崎、お前見たもんな。お前の目で。俺は本当にこの目で見た。よし、行こう。優勝行こう。あるぞ。よし、じゃあアンカーは小野寺で決まりだ。よし、じゃあ待っていこう。みんなマジで小野寺本当に任して。しかも他のクラスは小野寺のデータがないはずやから。加速タイプは西崎と僕しか知らなかった。みんな知らない。秘密兵器や。これすごいことになるぞ。マジでめちゃくちゃ楽しい。マジで優勝ある。優勝だぞこれ。500ポイントだぞこれ。マジで確定した。ちょっとやっ、どうして小野寺、うん、ちょっとお腹痛くなってきた。お腹そう、お腹押さえてるのか。ちょっと、おい、小野寺。小野寺。死ねる。次のランナーの右手に押し込むように渡す。どうせすんだよ。渡す側にも責任あるんじゃないですか。やめろって。